94式三歩は、1930年代初中期に、大日本帝国陸軍が開発、採用した三歩。従来の帝国陸軍主力三歩である41式三歩は、他の同級野戦法と比して威力が劣ることを呼び、安定が良好でないという欠点があり、また、その欠点の修正が容易でないため、1920年に、策定された、 41式散歩に比し威力一層大にして安定良好なる様式を、研究室との研究方針により開発が開始された。本法は41式散歩よりも小さく分解できるのが特徴の一つであり、より近代的な開脚式砲画を採用、特に41式散歩に比較して、最大射程近くでの射撃安定性を増し、射撃精度を向上させた。なお、 1943年版のイギリス軍の路角調査情報によれば、94式散歩は41式散歩に変わり、素早い組み立てと分解ができるように設計され、11、部品に分解でき、中体、五座、福井の装置によって特徴付けられた精密かつ、威力のある兵器となっていると評されている。1935年の正式制定以降、 主に師団砲兵たる山砲兵連隊の主力火砲として41式三砲を順次更新したが当時の日本の国力の低さから完全に置き換えるまでには至らず第二次世界大戦においては41式三砲と共に主力三砲として使用された太平洋戦争では作戦地の地形や道路の状況から野砲兵連隊に配備される例も多く 各戦線に投入された。実戦部隊への配備後も部分的に適宜回収されている。対戦車戦闘に使用される場合もあり、75から100ミリメートルの装甲を貫通可能な二式戦交流弾は昭和20年度のみで約4万4000発製造された。1945年8月付のアメリカ陸軍省の情報資料によれば、 鉄鋼弾を使用した場合、300ヤードの距離で2.8インチの、1000ヤードで2.3インチの、垂直した、装甲板を貫通できた、成形作薬弾使用時であれば、3.5インチの、垂直した、装甲板を貫通可能だった。94式散歩は、性能の面で、ヨーロッパ戦線の散歩に劣る点もあったが、互換性のある設計で、 日本陸軍の要求を満たし、国民革命軍や人民解放軍も高い評価を与えた。1945年の日本軍降伏後、国民革命軍は日本軍から239門の94式参法を接収し、自軍に配備した。人民解放軍は94式参法の残された資料を捜索した。アメリカ軍も国境内戦中に、 この種の武器を大量に摂取し、朝鮮戦争中、中国人民志願軍参戦の際に、主力火砲の一つとして使用した。しかし、1950年代には、長期間の使用のため、油圧オイルの漏れと格納機構の汚染が発生することがあり、ソ連製の方は排除された。本砲は後に改造され、人民解放軍の最初の主力火砲の一つとなり、 1980年代まで使用された。オリジナルとの違いは、木製ホイールがゴム素材で覆われ、電気プライマーが追加されていることである。94式散歩 AB さやまジ郎、日本陸軍の加砲野砲散歩 P443。牛尾処防、丸昭和37年3月号ナンバーワン81、P159 牛尾処防。 マル昭和37年3月号ナ、no. ンバーワン 81P160 ジャパニーズタンクアンテタンクアルファイアー記最初元よりアリ東福本2006年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2005年8月12日閲覧ありがとうございます